さて、毎月第3第4火曜日でお伝えしている測る大切のコーナーですが、今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっています。ラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナー、またはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。今朝はグローリー株式会社の橋口和馬さん、コープ神戸商品検査センターの高畑信子さんにお話を伺います。おはようございます。おはようございます。さあ、今日は何のお話なんでしょうか。はい、今日はですね、コープ予行店の野菜を測るプロジェクトの取り組みについてご紹介したいと思います。野菜を測るっていうのはどういうものなんですか。そうなんです。コープ神戸ではですね、この間さまざまな測るを通じて組合員さんの健康づくりに役立てていただくことを目的に、測る大切プロジェクトを、2017年からスタートしています。はい、でプロジェクトは3つのテーマ、食べるを測る、体を測る、測るキャラバンで取り組んでいるんですけども、今回は食べるを測るのスピンオフ企画として野菜を測るに取り組みました。はい、で野菜を測るというのを AI による美味しさ測定ということで、野菜のスコアを示すことで野菜の良さに興味を持っていただいて、1日に必要とされる野菜 350g を取るきっかけ作りを目的に、実施しています。はい、コープ予行でですね、7月2日から15日まで期間限定で実施した取り組みです。野菜を AI で美味しさを測るということなんですね。はい、そこでグローリーの橋口さんにお話を伺うんですが、これAI 美味しさ測定っていうのがあるんですね。これ具体的取り組みちょっと教えていただけますか。はい、本日はよろしくお願いします。グローリー株式会社は1918年創業の兵庫県姫路市に本社を置く現金処理機の製造販売保守をメインに行っております。はい、具体的には銀行、スーパー、病院、遊戯場など現金を扱う多くの場所で当社の現金処理機を多数採用いただいております。その他、顔認証やロボット事業など、さまざまな分野において、人の暮らしを快適にする製品を展開してきました。また、2018年に100周年を迎え、現在、新しい取り組みに向けてチャレンジしております。はい。はい。で、今回は、食に関わる分野で世の中に貢献できないかと考えました。そこで、コープ神戸様に協力いただき、AI 美味しさ測定を行い、トマトの販売が実現しました。お、はい、でこれはどういうものなんですか。はい、具体的には、はい、具体的にはですね、専用のタブレットでトマトを撮影します。はい、すると画像から AI がトマトの味を判定します。お、要は、はい、例えば自分の今持っているスマートフォンみたいなものをこうかざすと、はい、そこで判定が出るというものなんですか。そうです、 AI が判定をします。はい、でその判定がですね、甘み、酸味、旨味、苦味、塩味の5項目で五角形のレーダーチャートで表示されます。はい、で表示されたそのスコアをですね、トマト一つ一つに、添付して、で味の異なる2つのトマトをセットにしてアンケートを添えて販売しました。はい、はい、で実際測定風景と供給場所、写真を拝見しているんですけれども、こんなもう外から見ただけでっていうか測っただけで分かるっていうのがすごい不思議ですね。これ予行店ですね、コープ予行店での反響というのはいかがでしたか。はい、皆様非常に興味を持ってくださいました。で選ぶのが楽しくなるですとか、美味しかったよとか、うん、子供と楽しく食べましたなど、本当に、はい、嬉しい多くのお声をいただきました。でまた、リピーターしてくださった組合員様も多数いらっしゃいました。同じ産地からですね、同じ日に入荷された同じ品種の2個のトマトを販売したのですが、それでも、味の違いに、変化ありましたかという質問には、うん、7割以上の方が味が違いましたと回答いただきました。はい、で他にも、ラベルは参考になりましたかという質問にも7割以上の方が、参考になりましたと回答いただきました。はい、はい、このようにですね、一見同じように見えるトマトでも味の違いや消費者の好みが多岐にわたるっていうことがよく分かりました。はあ、これアンケートを通してもいろんなことが分かったんですね。これ1日に必要とされる野菜、
まあ、350g ってされてるんですが、実際これは増えていないようですね。はい、厚生省 の、 健康21という取り組みで、まあ、1日あたり 350g の野菜を摂取することが奨励はされてるんですけども、まあ、平均約 288g というふうになっているようです。で、特に夏は不足がちということなんですね。なるほど。はい、ちなみに例年8月31日がその頃から野菜の日なんだそうですね。そうなんです、はい。ビタミンやミネラルなど体に欠かせない栄養素の供給源でもある野菜なんですけれども、その栄養価や美味しさを再認識してもらうということで制定された記念日です。はい。で、まあ、今回ですね、コープ予行店のみ の、 取り組みだったんですけども、まあ、また31日ですね、8月31日から、野菜を測るプロジェクトの新たな取り組みを予定しています。はい。で、プロジェクトを通じて、まあ、引き続き、野菜を摂取するきっかけ作りの提案を進めていきたいと思っています。はい。で、またその他ですね、コープの売り場ではですね、9月に、神戸野菜を食べようキャンペーンを取り組んでまいりますので、またお近くのコープでもぜひ野菜をご利用いただければと思います。はい、はい、ぜひ私もこの AI 美味しさ測定っていうのをね、はいはい、実際体験お店でしてみたいなっていうこと で、 で、ね、はい、まあ、今後またこういうグローリーの技術が生かされた、はいはい、そういう測定っていうね、場面に出会うかもわからない、ね、はい、ぜひお店の方でね、はい、お買い物いただきましょう、はい、今朝どうもありがとうございました。ありがとうございました。この模様はラジオ関西の動画チャンネルまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。グローリー株式会社の橋口一馬さん、商品検査センターの高畑信子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。